はい、どうもお疲れ様です。ゆきみです。今回は、レイヤーハートやリーフなどを描く際に、ピッチャーを振って描くと思うんですけども、そのピッチャーの振り方について解説してみたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。はい、それでは、ピッチャーの振り方についてなんですが、まずそうですね、ピッチャーを振るってこう一口に言うんですけども、ピッパックの中でピッチャーを振るっていう言葉に違和感が少しあって、僕の感覚としてはピッチャーを振るというよりはピッチャーの中の液体を振るっていうイメージで僕はピッチャーを振ってます。それはどういうことかっていうと、ピッチャーってこう最初ピッチャー振るって言われるとこう振るとイメージすると思うんですけど、そうじゃなくて、ピッチャーを僕振ってる時っていうのはピッチャーの動きっていうのはほとんどこんな感じです。ほとんどピッチャーって実際ほとんど振ってないんですね。でそれでなぜ振れてるかっていうと、ここの出る液体を左右に振っているっていう感じなんですね。なのでそうですね、まずはそうですね、インスタ、YouTube などで、まあ、検索してもらったら、まあ、すごく上手な方がの動画がたくさん出てくると思うので、そのピッチャーから出る液体がどのような動きをしているかっていうことに注目して、まずは見ていただいて、でそれと同じような感じになるようにしてもらえれば、まあ、確実にピッチャーは振れていくと思うんですね。僕も一応練習するとき、まあ、上手い方の動画を見てどういう風に液体が出ているのかなとかっていうのを見て練習したので、まあ、そうですね、動画をまあそういう目線で見てもらうとすごく分かりやすいかなとは思います。では実際に、水で水を使ってどういう動きになるのかっていうのをやってみたいと思います。はい、それではまずピッチャーの液体を振らずにピッチャー自体を振っているバージョンっていうのがいきますね。まあこう染み消しをしていってピッチャー自体を振るってなると、この先端から出る液体ってまっすぐのままこうなってると思うんですね。これではピッチャーを振るっていう感じではないですね。そうですね、これを使う時っていうのがもっと難しい、スローとかの描く時にはこういうこうピッチャー自体をこうまっすぐそのままこう振る、液体をまっすぐのままこう振るんですけど、まあ、いきなりそこをねやるのはすごく難しいので、では、ピッチャーの液体を振るバージョンいきたいと思います。では同じように注いでいって、で液体、先端から出る液体をこのようにゆら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 と振るっていうのがピッチャーを振るっていう感覚なんですね。で、僕の中での感覚の話なんですけど、新体操の、新体操でいいのかな、棒の先端にこうリボンがついてこうくるくるしたりとかこう振ったりとかっていう競技ってあるじゃないですか。あの棒の先端にリボンがついてるやつを、こう波形型にこう振るにはどうやって振ったらいいかって考えてもらって、実際ここにカップに出るリーフとか書くときに出るときってこういう形で出るんですね。でそれをやろうと思うと、そうですね、新体操のリボンのようにこうこっからリボンが出てて、こうどういう振り方をしたらここがこう波になるかみたいなイメージで僕はやってます。それが
こうだと、ここに例えばリボンがついたとしたら、こうまっすぐのまま動くじゃないですか。じゃなくてこう波形のような形でリボンがこうなるってイメージできますかね。いう感じでのイメージで僕はやってます。あくまで僕のイメージの話なんですけど、まあそれで分かりやすい方がいれば、まあそのようなイメージでやってもらえればと思います。では、そうですね、まあ、あとはもう実際にちょっとリーフ一回描いてみて、そのどういう風に出てカップに落ちていくかっていうのをちょっと見てみたいと思います。先端で液体を振りながら下がっていく。で、あとは切っていく。するとリーフになるんですね。を最後巻き込むことによってリーフになるし、レイヤーハートだと下がるんじゃなくて前に押しながら押しながら行って、その層がこうグッと返ってくること、全て返ることによってレイヤーハートになるんですね。なので線をスッと出して、それを振ることによってこう波形、うん、そうですね、波のような感じいいと思います。なのでその、これ自体をこうするんじゃなくて、手のその力をピッチャーを使って、ここの液体出る液体に力を伝えるっていう感覚ですね。で考えてもらうと、まあやりやすいかなとは思います。はい、それでは今回、そうですね、ピッチャーの振り方について解説してみました。いかがだったでしょうか。そうですね、まあそのピッチャーを振るっていうのができると、まあめちゃくちゃラテアートの幅広がるんですね。であとちょっとまあレイヤーハートができるようになるし、リーフもできるようになるんですね。でチューリップはちょっと、まあ、やり方がその2つとはちょっと違うアートになるので、そうですね、まあでそのチューリップとできるようになるとすごく幅が広がるんです。まあ、大体その3つハート、4つか、ハート、レイヤーハート、まあ、レイヤーとリーフとチューリップを組み合わせたものが大体フリーコールのラテアートなんですね。なのでそれができるようになるとすごく幅が広がってめちゃくちゃ楽しいので、まあ、このピッチャー振るっていうのをぜひマスターしてもらえればと思います。では今回の動画は以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまたよろしくお願いいたします。失礼いたします。